崎さんの後ちょっと話がしづらいなと。そんなないもんですかね。話しづらいんですけども、今日はあの福田明夫さんの新春の集いということで、お世話の皆さんがお集まりをいただきまして、大変ご苦労様でございます。またあの今報告もございましたように、昨年の衆議院選挙、厳しい選挙戦だったというふうに思います。皆さんが運動されてですね、本当にこれはきついなということを実感されたらの日々だったと思うんですけれども、そんな中にあって、見事選挙戦を果たされました。これも一重に、後援会の皆さんの日頃の大変なご支援のおかげ、そしてまた運動のおかげということを私の方からも心からお礼を申し上げる次第でございます。私も出場になってですね、僕はもう皆さんと一緒に運動してたんですけれども、5年経過をいたしました、5年って4年半ですけれども、昨年は私自身が選挙をございまして、無投票という結果でございましたけれども、温かいご支援、ご協力いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。そんなこともあって、首相になってから中立宣言をいたしました。いろんな政党の、そしていろんな議員さんの集まりに顔を出す機会が増えました。実は政権交代前、政権交代前は正直言ったらあまり行くの気持ちがなかったんですね。もう本当に民主党の批判ばっかりですから、割とそうないところもあったんですけども、とにかくどこの集まりに行っても批判だけ、やっぱり批判だけってのは非常に聞きづらいんですね。気にするとかしないとかっていうよりも、これがやっぱり聞く方にとっては非常に耳にこう嫌な印象しか残らないんですが、政権が交代して他の政党第一の党の新年会にガラッと変わったんですよ。批判っていうのはしないんですね。思った以上に非常に謙虚なんですよ。低姿勢なんです。これは正直驚きです。ここで勝ち残って我々がやるとやっぱりまた反感買うんじゃないかなというふうに思ってたんですが、実はしたたかですよ、今の政権は。そういう意味でいくと、なかなかこれ民主党が復権をするというのは非常に難しいだろう。何か大きなエラーでもしない限り、今の非常に低姿勢でいろんな話し合いというような姿勢を持っていて、参議院までという話もないわけじゃないんですけども、今の姿勢で結果を追求するということになると、民主党の出番というのは非常に難しいと思います。率直な思いですね。しかし、私はもともと二大政党であるべきだというふうに思っています。やっぱり2つの政党が競い合って政策を競い合う中で、やっぱり国民に本当にこう支持され、信頼され、国のための政治ができるというのが理想だというふうに思っているんですが、先ほど言ったように2番目は非常に厳しいんだろうなというふうに思っています。それで最近の民主党を見ていると、どうも自民党と何が違うんだろうよくわかんない。我々はこうなんだというのをもう少し明確に出していかないと、選択肢として成り立たないんじゃないか。同じようなことをお互いに言っていたのでは、どちらにやるのかわからない。平成で力がある方がまだいいやみたいな話にもなりかねない。そんなことを、実は危惧をしつつ、二大政党を期待する一人で。地方の副首相というのは大事なことだというふうに思ってますので、政党とは距離を置きながら、そういう意味で選挙の時になかなか市長は何昔参加しなかったのに何もしていないんじゃないかって、多分思っている方は、下々にいるかもしれませんけども、これはご自身をいただいて、理解いただきたいと思うんですけども、いずれにせよ、そんな中にあって、福田内閣はですね、やっぱり民主党はこうあるべきだとはっきり言ってるんですね。これはやっぱり政治家として素晴らしいことだと思います。違いはこうなの。自民党と民主党はこう違う。だから我々に政権をということをもう一度ということをやっぱりはっきり言えるというのは、これは大変素晴らしいし、だからこそこの厳しい選挙戦の中でも皆さんが信頼をして福田明夫ということで投票につながっていったんだというふうに思います。これからも福田明夫を大事なですね、中央にあってこうなのかということをしっかりと主張をし、方向の上なく運動ができるように、活動ができるように、後援会より一層の強固な支持体制が確立されていることを心からご祈念申し上げて、今から大変お世話になっていることに感謝を申し上げつつ、